はい、おはようございます。9月大江川水系、五山水系、動画撮影やってきました。今日はね、あいにくの雨なんです。それでね、猛暑続きの30度超えてた日からぐんとね、気温下がって冷たい雨でね、今日はどうなるやらとね、ちょっと不安です。ただね、水温下がってベイトも動き回って、バスもね散ってる状態。まあそんなことで、今日はまあ最初にね、これ大きいクランクアバンティついてるんだけど、まあ巻き物中心、まあそれでピンスポットはね、まあワームをね投入して釣っていきたいと思います。さあ後半に釣ったバス釣れますかね。頑張りますよ。さあ釣るぞ。アバンティ、ちょっと大きいクランクだけど、意外とね、こう根がかり、ね、しづらいようなクランクでいいよ。なかなか小技もね効くんだよね、これ。水温が下がったでな、それがどう出るかだな。さあ、本流にね来ましたよ。さあさあ、さっきもちょっと巻きもやってね、反応ないんで、大きめ、ちょっと大きめをね狙ってみますね。水温がねちょっと下がったかもわからんね。水面ね、ボラッコイナッコさんがねいないんだろうね。あれがやっぱり表層出てこなあかんよね。そのバス活性上がるからね。でバス回遊したり居場所を変えてくれるけど、お、来た来たよ。よし、さすがベローズの力やね。まあ小ぶりだけど、小ぶりだけどいいっしょね。モーニングフィッシュやってました。ベローズサフの力やね。ねえ、ちょっと小ぶりサイズだったけど、やっぱ違うね、このベローズのリブの力とサフの力やね。当たりの出方がね、こう気持ちいい。釣った感ね、バリバリあるもんな、なんか。お、来た。切れた切れた。深い、ここ。リアクション完全。お、ナイスアイス。ナイスアイス。よっしゃ、いったやりましたよ、バックリさん。はぁ、ベローズリアクションキャラだね。あー、今日ね、こう、まあミスもあるけどね、バスがいつも来る感じだね。ここもね、ちょっとね、張り出した岬でね、ちょっと深いね、深かった。
で、そこをちょんちょんとやりながらやってきたね。多分エビを食ってるかもわかんないね。深場だからね、うん、そんなバスです。いいバス。さあ今日ね、バイトがあるとこはね、みんな地形的には、ね、岬の張り出しで、まあアクション的には、進化がついてから、まあスッという感じで、で、まあワームがスッと上げてスッと落ちる、まあリアクションキャロみたいなイメージ。そうするとね、エビがね逃げるアクション、まあそんなイメージして朝からやってる。で、さっき釣れた時はね、着底してスッと上げたらガーンともう下からひったくるようなバイトだったんで、エビがやっぱりボトムにいたやつが跳ね上げた瞬間、飛んだ瞬間に食ったってイメージ。まあそんなイメージでやってる。で、さっきも今も食い回りだね。さっきね、ちょっと切れたやつも食い回りだったね。ただ水温が下がってる、間違いなく。さっきね、ワームやってたけど、ブルーギルのあたりがほとんどない。まあ、これがバロメーターだもんね。だから、この、ね、巻物系、通用する感じ、ちょっとわからんけど、ちょっとやってみるね。コバス発見。こんなの。初めて見た、今日。いいかもわからん、このポイント。西大江のね、警察裏に来ました。まあ、ここは、まあ、お気にチャンネルがあってね、ここが、本当にこう、シャローフラット。だから、ベイトをね、追い回すときはね、こっちにね、追い込むとこ。まあ、そんなところね、春にね、発売予定。来春だね。G ブレード。まあ、新色です。じゃあ、ちょっとね、やってみます。釣れました。ベロベロフィッシュやね。いやー、苦労したね。リアクションキャロ来ましたね。これ奥の方わかるかな、エビのね、ヒゲが生えてるでしょ。間違いなくエビって、だからね、ベロブスティック、これ放題です。まさに餌ね。はい、今日ね、使ってます。ベローズスティック 3.8。すごくね、いいワームがこの度出ます。おかっぱりの救世主だね。この特徴っていうのは、まあ、ベローズスティック、大きいやつ、中ぐらい。で、小さいやつ。まあ、コンセプト的には一緒。リブがあって、ぐね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 、動いて、バイトが被って食った時は、そのリブによって生命感がバスに、伝わって深いバイトが得られる。で、さ、当然ね、サフマテリアルです。だから臭いしね、アミノ酸もあるし、塩も入ってるんで、とにかくね、通常のバイトとは違います。まあ僕もね、今日、動画で撮影やってたんだけど、みんなバイトはひったくりバイトか、もうこっちに向かってくるバイト。とにかくね、サイズ感もこの 3.8 って、ちょうどベイトフィッシュサイズ、まあとかエビサイズだから、本当にバスとしてはね、餌じゃないかなっていう感じで、僕は今日はイメージで使ってました。で、どんなね、リグが推奨かっていうと、まあよく
動くんで、まあ僕はキャルだね、キャル使ってました。まあ他にヘビキャルでもいいし、まあダウンショット、まあダウンショットが使ってみるとすごく動きますよ。また、ジグヘッドリグ、こんなのもすごいこのワームに合ってるんで、ぜひね、もうすぐ発売になりますんで、水カミカミのベルオースティック 3.8、 もうすごいいいワームです。餌ですよ。いるかな、いるかもかな。よいしょ。牛バフが来たよ。ズルあたりになりだったね。こんだけ渋いってことかな。ね、これ双子にこんな感じね、来ました。これもエビ食いバスやな。ザラザラ、進化あるよね。今日全部バイト一緒なんだよ。進化が多分ね、フリーで落ちてきます、ね、進化がスーストーンでワームがとかついてきます。その時にゆら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 ってこう来るよね。これがゆらゆらゆらって落ちるなんでこうゆら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 、バスがあエビかな何かなって言ってで、スーッとアイブがピョーンと飛ぶんだよね。その時にガバーンと全部来てる。多分ね、これだけはね一緒。ポイントはねちょっといろいろポイント回ってるけど、いいサイズ。そんなことないか。いいサイズと思ったけどな。よいしょと。よいしょ。レギュラーサイズだった。レギュラーサイズだった。はい、ベロベロフィッシュ。やっぱ強いね。ベローズ。ね、コーンと来て、まあ、シェイクして走らせてからね、確実にってことで釣れた。いっぺーです。かわいい。いいね、でも釣れればいいよね。なんか違うか。ほら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 、ホーリングできとった。はい、やっぱちゃう。新潟ちゃんとホーリングできてました。それだけ餌なんでしょうね。走ってた食いにね、だから俺ミスキャッチしたかなと思ったね。ね、よう釣れるね。ベローズスティック、今日ね一日、大井川楽しめましたよ、ね、そのね、立役者ベローズスティック 3.8、 いやまさにね餌ですね。これもう当たりのね出方が違う。もうもぞもぞっていうあたりじゃなく、みんなでかいね基本的に。だからねこう釣った感がすごいある、うん、本来ならねこれ巻き物でねローライトコンディションでやりたいんだけど、やっぱり水温低下これがねやっぱり効いて、ボラッコイナッコ食べるよりエビ系を好んで食べてたんでしょうね。そんなねエリアをまあキャロをだね、5g のキャロで、ちょっと大きめを詰めてました。リアクションキャロだね。
そんなところでいろんなねところ回って、多分ねいろんなところで釣れたと思います。まあこれからね大江川もね播州に向かってバスどんどん移動してきます。まあねこんなキャロライナリーグ、3.8 のね、システム、まあ今日はリアクションで使ってたけど、まあナチュラルに使ってもいいし、まあ12月末までは、こんな釣りできると思います。今日はね本当にこのベロードチック 3.8 に助けられました。じゃあまた。